それでは聴いてください。ワンラブ。ウェンディングソングをね歌うことが多いんですけど、なんかこのワンラブもね、今歌わせていただいたワンラブも一般的なウェディングソング。そうなんですか？えこれウェディングソングですよね、これ。ウェディングソング。あ、そうなんですか。え、普通のラブソングかと思ってました。で、なんか次歌わせていただく曲も多分ウェディングソングになるのかな。まあ、あれはそうですね。ね、だし今ねやってる新曲もはい、ウェディングソング。そうですね。たまたまなんかウェディングソング続きなんですけど、先週かな、先週結婚式に参加させてもらって、はい、ね、まだお若いんでまだ全然経験ないと思うんですよ。ないですね。ね、結婚式に参加させてもらって、なんか結婚ってすごいなみたいな。なんかやっぱりなんか日本一すごい今幸せな状況じゃないですか、ご夫婦が。ああいや、はい。で、なんかそういう状況を見て、なんかこうやってウェディングソング歌うのはすごく、ね、そうですね。経験ないの多分わかんないと思いますが、これからあります。これから。で、その今ね練習してる新曲もね、はい、ウェディングソングなのかな、だよね。そうです、ね、だと思うんですけど、それが初お披露目が10月と 19? あ、言っちゃうんですね。あ、ダメだったの。いや、言わない方が良くないですか？言わない方が良くない。いや、言っちゃった。じゃあまだ分からないです。まだ分からないです。はい、はい、じゃあ、行きますか。はい、じゃあ、はい。
続いての曲聴いてください。エール。ありがとうございました。